グロモボーイ、装甲巡洋艦。グロモボーイ、グロモボイとも、は、ロシア帝国の建造した、装甲巡洋艦、である。ロシア帝国海軍での配備当初のは1、当巡洋艦、で、1907年9月27日付で、装甲巡洋艦。1915年7月16日付で、巡洋艦、に類別を変更された。ロシア革命の後、 ロシア共和国海軍、さらに老農赤色海軍へ所有者が変わった。艦名は、キエフルーシ時代の文学作品の登場人物に由来する、クリミア戦争での敗戦後、艦隊の復興と外洋進出を目指すロシア帝国が19世紀後半を通じて整備してきた大型の太陽走行巡洋艦シーズに連なる最後の巡洋艦であった。グロモボイは、 先に建造された装甲巡洋艦、ロシアの改良型として設計された。1895年7月に7年計画が提出された際、皇帝ニコライ2世の強い希望により、ロシア旧巡洋艦がさらに1隻建造されることになった。新しい太陽巡洋艦が建造されることとなり、4つの設計バリエーションが作成された。そのうちの1つが、 海水量15,385トンで、囲いい砲塔を装備する大型の装甲巡洋艦案であった。その開発過程で、砲塔巡洋艦、こそが、通称破壊行動と艦隊行動に同等に適した設計であるという結論が出されたが、砲塔巡洋艦は当初要求された、ロシアの発展型に選ばれなかった。ロシアの同艦配備に対するの強い、希望と、 後期の短縮が主な理由となって、ロシアと同じ原則に砲座を並べた巡洋艦が建造されることになったのである。それでも設計は全般的に見直され、ロシアの設計のまま残されたのはほぼ船体だけであった。一方、承認されなかった1万5000トン級砲塔巡洋艦も開発が進められて、ペレスベート旧艦対抗艦となった。クロモボーイの初期設計では、 新しいクルップ装甲を採用して防御装甲圧を減じ重量132トンを軽減することによって 203mm 砲座のみならず 152mm 砲座にも防御を設ける計画であった。船体にも設計変更を加え木製箇所を金属製に変更するなど改善を施すことになっていた。しかし、それではこの艦はロシアとは全く別設計の艦になってしまう上、 装甲を製造していたは、クルップコーを必要なだけ製造する能力がないということが明らかになった。そのため、海軍技術委員会の要求に反して装甲は、クルップコートを混用することになった。動力装置は、ロシアに搭載されていた中間の巡航用機関に変えて、すべて同じ出力の機関を3機搭載した。これにより、クロモボーイは、 ロシア帝国海軍で初めて同じ出力の機関3、機を搭載する走行艦船となった。機関出力は14,500の計画で、これにより速力は 19KN に達する見込みであった。排水装置は専用のものが開発された。また、燃料と食料の積載量が拡大されたことで、補給なしで自立して単独行動が取れる期間は約100日間を誇った。 前の、流陸並びに、ロシアに比べて、方向並走の防御が改善されていた。手砲の45口径 203mm 砲4、門や16門の始め、方向並走の大半はホーグルワに収められており、砲塔は採用していなかった。ただし、203mm 砲及び 152mm 砲のホーグルワには、砲塔系の棒立てが装備された。戦備砲グルワでは、 防御倉庫が廃止されたが、放手が全く無防御になってしまう問題にいては、実戦でまさにその問題が生じるまで指摘されなかった。1896年に発注契約が結ばれ、1897年6月14日に、サンクトペテルブルクのの新しい石像選挙で工事が開始された。同年12月7日付で先代のフリゲートを記念して、グロモボーイと命名され、 海軍に登録された。公式な機構日は翌1898年5月7日とされた。1899年5月8日に浸水した。艦長には KP1001 佐査官が任官した。経戦試験は1899年10月26日から11月9日にかけて実施された。同年11月12日には、 仕上げ工事のためクロンシュタットへ栄光されたが、栄光船団は海峡でぎっしりと押し寄せた流氷に閉じ込めれてしまい、それ以降、グロモボーイは自力で単独開港した。しかし、ペテルゴフ沖で北西の風と流氷によって艦は海峡南端に押し返されてしまった。栄光の試みは実らず、結局風と波の向きが変わって、自然と浅瀬から脱出できるまで待つしかなかった。 クロンシュタットへの航海は、延べ3日にわたった。1900年9月から行われた試験では、計画以上の好成績を収めた。同年11月1日には、クロンシュタットからリバーバへ向けて出航し、11月28日には、そこから極東へ向けて出航した。イエッセン艦長の指揮のもと、グロモボーイは、ヨーロッパからインド洋を回って、オーストラリアへ至った。 1901年4月から5月にかけてグロモボーイはイギリス海軍、フランス海軍、アメリカ海軍、ドイツ帝国海軍、オランダ海軍の各艦船と共にメルボルンとシドニーで開催されたオーストラリア連邦憲法化し式典に参加した。ポルトイコールアルトゥールへは1901年7月17日に到着しバルト艦隊太平洋艦隊に編入された。航海中、 グロモボーイは卓越したを発揮し、速力も2 0 3 k n を記録した。流陸、ロシア、グロモボーイ、それに、フランスの高速一等巡洋艦軍の登場は、ロシア帝国の仮想敵国であったイギリスに、自国の一等防護巡洋艦に対する見直しを迫ることになった。イギリス海軍も、また、俊足で、 航続距離の優れた装甲巡洋艦の整備を始めざるを得なかったのである。それまで航海性能と重武装、重装甲という重装備とは両立が困難であると考えられていた。フランス海軍は航海性能に優れた装甲巡洋艦の開発に成功したことから防御力の劣る大型防護巡洋艦の開発を打ち切った。それに対してロシア帝国は リューリックシリーズの成功にもかかわらず1等、防護巡洋艦の建造を継続した。その一方で、フランスに高速走行巡洋艦、バヤーンを発注したが、これは、ジアーナ91等防護巡洋艦の改善型あり、太陽巡洋艦すなわち大型装備の走行巡洋艦である、グロモボーイとは別系統の巡洋艦であった。ロシア帝国が次に配備した走行巡洋艦、バヤーンは、 ロシアで初めて純粋に艦隊における巡洋艦としての検知から設計された艦であったため、このクロモボーイが最後の太陽巡洋艦とな。極東でロシア帝国海軍が退治するもう一つの海軍国である日本は、浅間型装甲巡洋艦はじめ小型船艦とでも、言うべき一連の装甲巡洋艦を配備していた。 これに対処すべく配備されたグロモボーイの発展型がペレスベート級であったが、このシリーズはもはや装甲巡洋艦ではなく艦隊装甲艦に分類された。このシリーズは、後の巡洋戦艦、戦列巡洋艦のような瞬速で、足の長い巡主力艦であったとも言えたが、巡洋戦艦と違い防御力だけでなく、火力も主力艦に劣っていた。このかアメリカ合衆国と、 イタリア王国とが見るべき性能を持つ装甲巡洋艦の開発に成功していた。前者の装甲巡洋艦は、米西戦争でスペインの装甲巡洋艦を圧倒し、後者の装甲巡洋艦は、優れた設計が認められて、世界各国へ輸出された。1903年に創設された、ウラジオストク文献隊へ所属して、日露戦争に参陣し、朝鮮半島から、 日本列島に至る日本の海上通商路において活発な通商破壊作戦を展開した。開戦直後から次々と日本の輸送船を撃沈した。1904年4月12日には萩の浦丸、4月13日には理源から元山へ向けて航行中の輸送船、金州丸を撃沈した。6月2日には3900トン級の大型輸送船、泉丸と 軍部隊と軍需物資を輸送中の陸軍徴用運送船、ひたち丸を、海な灘で撃沈した、ひたち丸事件。同年7月4日から7月19日にかけての期間に、巡洋艦隊は、日本のスクーナーを6隻、イギリスの蒸気船、ナイトコマンダー、ドイツ帝国の蒸気船、テアを撃沈した。1904年8月1日には、ポルトイコール、 アルトゥールの主力艦隊が包囲を突破するのにこうし、出撃したが、朝鮮半島沖で日本海軍の第二艦隊と遭遇し、戦闘となったウルサン沖海戦。この戦闘で艦は重度の損傷を負い、人的損害も戦九91名、負傷185名に上った。同年九月三十日には、ボシエート湾で事故に遭い、年月末までを、 余儀なくされた。1905年5月11日には、ルースキー島沖で植来し、同年9月まで修理が行われた。1905年4月25日から4月28日に、かけての期間に、4隻の日本の商船を撃沈した。日露戦争終結後は、北韓と共に、バルト海へ引き上げた。1907年から1911年にかけて、 クロンシュタット蒸気船工場でオーバーホールを受けた。その際、ボイラーが新しいものへ乾燥され、8門の 152mm 砲と、船首部分の 203mm 砲にもホームウルワが装備された。水中魚雷装置は、生の 457mm 装置2門に乾燥された。防御装置が欠如していた船尾の 203mm 砲は、 厚み 76.2mm から 25.4mm のホーグルワで防御された。152mm 砲のうち船体端に設置されていた2門は低特室の上に移設された。船首及び船尾には即居技用の装甲が設置され、上層甲板の追加ホーグルワも防御を強化された。があった場所には、もともと前から2番目の位置にあったが移設され、は修理された。 新しい大穂柱、全省と水には、それぞれ90センチメートル径の単小塔と小所が、設置された。機関関係の工事は、で行われた。1914年からの第一次世界大戦では、フィンランド湾の巡視任務に就いた。1915年6月には改修工事が施行され、方向並走が203ミ、mm、リメートル砲6門と152ミ、mm、リメートル砲20門。 期間銃二丁に強化された。その後、高まる空からの脅威に対抗するため、広角砲が増設された。装備された 63.5mm 広角砲に、門と 47mm 広角砲に門のために、新たに専用の昇降機が設置された。1916年6月には、敵通商路における襲撃作戦を行った。また、 平井布施艦隊を援護し、バルト艦隊の警戒艦隊のいった石膏を及び襲撃任務に参加した。1917年2月の2月革命の後は、ロシア臨時政府の管轄下に置かれた。同年10月25日に発生したボリシェビキによる10月革命の、後は、ロシアソビエト共和国政府の管轄下に置かれ、赤色バルト艦隊へ編入された。 同年11月26日から11月27日にかけて独立機運の高まったフィンランドのゲリシンクホールスからクロンシュタットへ退避した。1918年5月以降、クロンシュタット軍港で長期保管状態に入れられた。1919年には 152mm 砲が撤去され、リガを防衛するラトビア社会主義ソビエト共和国海軍に提供された。 1922年7月1日には、ロシアイコール、ドイツ合同企業、テルメタールへ売却された。同年10月12日には、鉱石金属鉱物くず金通商株式会社、ルドメタル登録へ解体のため引き渡された。同月30日、解体のために、ドイツへ向けて栄光が開始されるが、リエパーや沖で強烈な嵐に見舞われ、寄せ波によって、 外交の囲いに打ち上げられた。この事故によって器具が壊れ、栄光は放棄された。その後、民間会社によって引き上げられ、解体された。ロシア帝国では、政教会の祭事に合わせて、ユリウス歴を使用していた。そのため、このページでは、ユリウス歴に準拠した都市付日を記載する。以下に記載するのは、当時の大日本帝国や今日の日本。 ロシア連邦などで使用されているグレゴリオ歴に換算した年月日である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。